はい、ひとつきまんさ清水です。自民党総裁選でですね、まあ、そこそこ人気がある河野太郎さん、えー、それを押す麻生派にですね、ついに出てしまいましたということでそれがなんなのか麻生派で裏金認める初の証言、元所属議員秘書が特捜部に供述ということで、えー、これはですね、本日撮影したのが9月2日。 2020年9月2日なんですけどもそれの毎日新聞のスクープという形でですね、えー、報じられている内容でございます、えー、こちら明らかに総裁選のタイミングをですね意識して出てきたあのものだと思うんですよねで、うんえー、こちらがですね一体、えー、河野太郎自民党総裁選候補にどういう影響があるのかでそして うちの派閥は解散してないよ裏金とかやってねえからっていう風に言ってたあのボケ太郎、えー、失礼いたたしししままし太郎さんこちらは一体どううなってしまうのかいやもう嘘ついてたんやったらもう政治家もおやめになったらいいんじゃないかなと私は思うんですけどもええー、麻生太郎一体どうなるのかそして河野太郎一体どうなるのかっていうとこも含めて、えー、元博報堂の作家のですね 本間龍さんと話をしていきたいというふうに思います、えー、本間さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、実はですねまああのこのこ今回、えー、出てくる元議員のあの秘書っていうのは誰の秘書だったのかっていうとですねこちらね園浦健太郎さんこちらがですね政治資金収支報告書の虚偽記載事件というのですでに略式起訴で 公民権3年間停止というふうふになっておりますでこちらがですね2023年の、えー、去年ですね去年の1月12日の記事なんですけども園浦健太郎前衆議院議員朝日新聞に載っております千葉5区政治資金パーティーの収入などを記載した政治資金収支報告書違反虚偽記載などの罪で略式起訴で東京関西が、えー、園浦氏に出した罰金100万円 公民権停止3年の略式命令が確定した11日要するにこれは2023年の1月11日の期限までに不服を申し立てず罰金を納付したとみられる今後3年間は選挙に立候補できない。うん、ということなので、えー、2026年まではですねこの薗浦健太郎さんもう立候補できません。 なので略式起訴罰金100万円はふざけんなというふうに思うかもしれないけどもこれが怖いこれが怖いんですよねでこの薗浦健太郎さんというのはですね実はあの麻生派どころか麻生太郎の公設秘書、うん、あまあ、えー、と公設かどうかすみませんわかんないですけどどちらにしろ政策担当秘書をやっていたんですよね。 じゃあそれより前はですね、えー、どちらにお勤めになっていたかというとですね読売新聞、うん、いやもうなんとも自民党べったりな甲冑がですねしますよね <laughs> じゃあどこをご卒業されて読売新聞入ったのかというとですねちなみにこの薗浦さんねあーのー今回、えー、毎日新聞にこのスクープで、えー、取材を受けております。うん、でこれに関して 全く知らなかった。というふうに答えております。ですけど、このあの事件の構図はですねこの麻生派2017年4月にパーティーを開催して、その裏さんがいっぱい集めてきたんですよ。でいっぱいたくさん集めてきたからおう。ちょっと奥集めた分380万円はお前受け取っとけやっていうことで380万円キックバック。これが裏金。あったんですよ。 で、この380万円をその裏あ、ケンタロウ議員の事務所が受け取りで、それをその健康座っていうですね。<laughs> 裏金を貯める、えー、ために解説したえー、口座があります。こちらその健康座。もうこの段階で <laughs> やばい。何が知らなかったら。 おかししいでしょい家庭に溜めてそうただ,だ,だその兼講座見いや嘘でしょその見解講座ってお前それいくらなんでも無理があるよと。っていうわけでいやー<ー>い私ですねそんなにあんぽんたんかつ暗記力記憶力も不確かで一体どういう大学を出てるんだろうということはですね、うん、私やっぱりあの調べましたね、うん、やはりあのこういうことが起きるたびにですね まあ倫理観の欠如そしてですね記憶力もないということで日本の文部科学行政に一言申したいというわけで一体どういう大学を出ていたのかその浦健太郎君読売新聞には、うん、一体どこだったのかまあ,あのこの流れを言うたびにもう一度動画では鉄板になってるんですけど東京大学法学部をご卒業されております。 え、独協大学法学部じゃないですかそれは独協大学ア法学部ってほぼさが自虐で言ってるやつでしょ <laughs> 違います <laughs> 東京大学法学部学しかも、えー、高松高等学校というですね香川県の高松市の学校出ているんですよあ超新学校じゃないはい、で、それでは私みんなのねあの学校サイトで偏差値調べてみました もう71ありました <laughs> もう卒業生たち謝った方がいいよ君ほんとに <laughs> まああのー、ね71って私の通ってた高校偏差値34でしたから2倍以上あるっていう感じですけど <laughs> いやーまあそんなね外村健太郎さんね、あのー、今回ですねもう2023年に罪を認めてですね えー、もうええやんっていう時に一躍時の人にこうその見解の講座がですねでこれなんでなのかっていうとやっぱり麻生太郎が狙われてるんですよ今明らかにこれねどういうことかっていうとあの広瀬恵議員っていたじゃないですか、うん、これも麻生太郎ですからね麻生派、うん、で麻生太郎の義理の,あの兄弟要するに親戚の 現財務大臣の鈴木財務大臣がですねわざわざ岩手県まで行って応援します応援しまーすってこうやって初めて通った広瀬めぐみ議員が裏金こさえてっていうかまあこの場合はも,うもっとひどくってあの国からの金をかすめ取る詐欺容疑で、まあ、こちらももう確定という形に厳密には現在刑事裁判中ですけど。 日本の素晴らしき人質司法制度はですね有罪確定率99.9%でございますからまあもうこれもほぼ黒であると。でなんかね麻生派への攻撃がなんかじわじわと進んでるわけですよ。うん、でしかも今回のあのー、今回のねスクープって何で毎日新聞はね 分かったのかっていうと東京地検特捜部が捜査した刑事調書、まあ、要するに捜査した際の供述調書ですねでそれによって分かったというふうに言ってるんですよね、うん、正確には2022年の1月の、えー、12日付のやつで分かったと。じゃあ そんなもの、なんで今になって出てくるんだっていうことなんですけども、じゃあ、これ、検察からのリークか。なんですが、まあ、そこはちょっとですねさすがにいきなりはそうではなくてです、ね、でこの実は刑事処分が確定、要するに判決確定、もう有罪、無罪確定した、えー、この刑事裁判の記録、これはですね検察庁に対し、誰でも実況見聞調書を含む訴訟記録、すべて、 閲覧、投射、うん、っていうのはまあコピーですよね。うん、なので、あのー、こちら、まあ、要はあちなみにあの操作中のやつはできませんよ当たり前ですけど <laughs> これを毎日新聞が一個一個丹念に丁寧にチェックしたのかあるいはまあ、あのー、仲いい。 裁判官とかね検察の人が「いやー確定記録の供述調書の2022年の1月12日いやちょっと見たら面白いかもしれない」って言ったのか <laughs> これはもう自民党総裁選で一気に暗闘が広がってきたなということで、えー、この清水優子ですね「ほんまの兄貴」が出るまでに一通りのこの 座布団を温めておきましたので<ー>、えー、ぜひ兄貴の意見を聞いてみたいですいかがでしょうかそのまず最初に聞きたいのはその見解というのはいくらなんでも本人が作ったしか思えないんですけどどう思いますかこれさあ,さあじゃあ何だよ師が勝手に構座作って勝手に380万円貯めてましたってあれかあれあいつのとどこどこみじゃない萩生田光一萩生田の,の、うん、机開けたら えー、1, 2 0一千あ二千い入りました。<laughs> うん、どっこいどっこいたよね。引き出しに入ってた二千2700万。そういうことをあの言って、この人が信じるって、本当に思っているのかっていう、うん、思ってないと思うんだよね、もちろんそ,こなんで、うん、そうね。自分は知らなかったっていうのはもうありえない。で、麻生派が狙われるっていうのは、 結局その他の自民党の他の派閥は一応解消すると、うん、まだでも完全に解消したところってまだないんじゃなかったかな本当に要するにもうえっと事務所も全部引き払って口、うん、座関係も全部解約して、うん、オールもうさら地にしたっていうのはまだ多分確かなかったと思う、ね、いやどっか1個あったはずよあったっけあのやっぱりですねえー、っと 少なくとも岸田首相の岸田派、こちらはです、ねうん、もう事務所閉鎖しておりますから。あそっか。うん、でも麻生派だけが残っていて、し,はい、しかも麻生、アポは辞、あのー、める気が全くない。いうことで、うん、やっぱり他の派閥の連中から見ればさ、うん、なんで俺たちみんな岸田の号令に従ったのに、アポはあの従わねんだって言って、 まあ恨ままれててるっていうのは確実で、ね、あこれあの今年2020年1月20日に「私は派閥やめませんからね」うん「お前岸田なんかより俺の方が偉いんだぞこの野郎」って勝手に派閥解消とか言いやがってふざけんなこれがあのアポータロさんのご意見なんじゃないですかだよね。うん、ででも他の派閥から見ればなんであいつ一人だけなんかね特権を享受してるんだっていうんで。うん まあ恨まれてるのは確実だし、うん、でさらにまあ今回、このえっ、ー、と広瀬めぐ,みめぐみの事件も引き起こして、うん、まあさらにやっぱり自民党のこのあれを傷つけたわけだ。うんうん、自民党のまあもともとないけど自民党の名誉をさらにさらに傷つけて、うん、イメージを悪くさせたわけじゃん。うん,うん、うん だからあいつら何やってんだって言って恨まれるのはもう、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないよ、ね、まあちなみに広瀬めぐみさんはですねあのなんと今言ってるかっていうと、えー、これ2024年9月1日付のですね朝日新聞なんですけども「私は担がれただけなので」 公設第二秘書の給与などを国から騙し取ったとして統計地検特捜部に詐欺罪で在宅起訴された広瀬恵、えー、参議院議員、えー、自民党離党後議員辞職は当選翌日報道陣にそう語っていた私は政治の世界は知らなかったというふうに言ってですねいやーもう一応ねもう本当あのかすがれただけなんでよ分からんっすわっていうふうに言ってな,な,んなんかまるで被害者 いやもうなんか当選してバッジャー担がれただけなんですパリ旅行に行って FL ネスタント合流だ税金使って新宿歌舞伎町のホテルでカナダ人のサックス奏者と夜サックスサックスピ,ピー私からも音が出ちゃうわああんのあげく担がれただけだから公設大第二秘書の給料を取っても大丈夫どういう理屈やねんこれもう。 まあさあのあのなんて言うんだろうな多少さとにかく選挙に出さえしなければ自費、うん、であのねえフェルト行ったりさ、うん、サックスソーシャとサックスしたって別にさ、うん、騒がれることはなかったわけで、うん、まあまあとにかく人生がいきなり狂ったわけだけど、うん、でえー、まあ本人多少 そういう面で言えばかわいそうなのかもしれない。でも、じゃあ、その大本作ったの誰だっつったら、アッポウじゃねえかっていう話だよね、結局ね。そうですよ、だってア、アッポ大本、大本に行けばよ、うん、本当もちろんあれですよ、すべては自己で、自己選択してるわけで、うん、しかもこの広瀬恵さんはさ、弁護士であって、 法律とかはもう、後素人なんかよりよっぽど詳しいわけですから、いまだけど。<laughs> 弁護士ですからね。資料の方ですからね。うんうん、で、それがあんなくだらない、その、えっ、ー、と、秘書の給料を掠め取って、掠、うん、め取ったらそれが罪になるってことは、重、うん、々承知なのにって言っていたっていうさ、もう感覚が狂ってるとしか言わないけど、うん、でもさ、 金はないわけじゃないじゃんあの人、うん、だって旦那も弁護士やってて弁護士事務所開いててさ 2>,、うん、2人で弁護士、ね、やってたわけで金はなくはないのに、うん、あれなんだねそこだけ要するにお金は全体としてはあるんだけど、うん、選挙をやったら赤字だったと、うん、だからその選挙の収支をなんとか黒字にしておきたいも、ま、たは プラマイゼロにしておきたいっていう意識がさ、うん、すごく強く強働いまあでもまあそうは言っても彼女はそれを自分で選択する能力の意思もあったのに、うんまあ、ああいうことやってのっけたんだからもう同情の余地はないんだからうん、うん、でも何回も言うけどその彼女を正解に引っ張り込んで混乱を起こさせたのって言ったらまあ元はアポ、うんうん っていうことだだからねね、うん、まああでもあれだよ、ね、アポ本人のものっていうのはなかなか出てこないんだね。いやためておいてくれていると信じておりますよ、私は。まあ彼はさ、ほら政治資金で六本木のクラブに出入りしてるっていうさ。あんで、ずいぶん叩かれたんで、でもそれが何でもあるやーって言って、うん、全然はばからないから。うん 他の議員だと、なんかこう、それを隠そうとしたりとかね。<え>もうアポのすごいのは、そ <laughs> んなの別にいいじゃないかな。あの、財布に入ってきた金は色ついてないんだから、どう使ったっていいだろうみたいなさ。うん、だから、割とそういう、なんていうの、うーんと、スキャンダルには免疫が強い人ではある。うん まあ免疫中ちゅうか汚すぎて多少の汚れがついても気にならないというふうに表現した方があのいいような気がしますけど。うんで,、ねうん、で今回の総裁選でまああのー、50人45人だったっけ、うん、あってねまあそれでも一つのまとまった人数ではある。うん で、麻生党としては河野太郎を一応押すっていうことにしてるわけだよね。うんうん、まあ、あの、報道によれば。うんうん、で、ただ麻生の麻生派に全員とにかく一致して、えー、他の議員を押すなとは今回はもう言ってない。うん、うん。でも、河野太郎を中心的には押すんだう,う,んう,んうん。でも、まあ これが出てもうこれね毎日のスクープなかなかでかい、うん、ね、だって麻生派は今までうちだけクメインだかんだもんかんところみんなドブネズミだけどよみたいなもうすぐなわけねえだろって思ってたけどやっぱやってたんじゃねえかって俺はやるに決まってるよね。<laughs> なぜ麻生派だけがやってないなんてありえないそ、うん、まあ、ちなみにう、うん、もう一人 まあ今回は薗浦健太郎とまあ言うても小物じゃないですか。うん、なんかねいやこの人も相当ね恨んでんだろうなっていう人がもっと大物が一人いるんですよ。うん、それはですねあの麻生内閣で官房長官を務めたあの人それは何かというと川村竹雄大先生でおなるほどそっか でこの河村武雄大先生ですね「あのね官房機密費人中見舞いにも使った!」うん、とかこういうふうにこう言ったりですね,ねで他にも「ですねあのフライデー」とかではですねえもっと生々しいことを言ってたりするんですけどこの人ね自分の息子がですね安倍派と麻生に邪魔されてもともとの地元から出れずに排除されてですね落ちちゃってるというですね うん、あまりにもひどい目に遭わされていると安倍派にあらずんば人にあらずじゃおほほほほ,ほみたいな感じでですねなんかこう権力争いで脇にやられてそれを恨んでると思うよだからいろんなところで今麻生がついにいや刺されようとしている、うん、いやーわしらが寿命を迎える前に麻生がの寿命が多分尽きると思うんですあの人80超えてますからですけど、うん、できれば 生きてていいる間にほしいあるいは罪がもう在宅起訴でもいいこさ際公民権停止になってほしいまあこれが一つあるわけじゃないですかで、ね、それに押されている河野太郎はやっぱ裏金問題に比較的厳しい意見を言ってるわけですよいやこれでももう河野太郎ダメだね だってお前応援されてる派閥結局やってたじゃねえかよっていうふうに言われるもん言われるし、うん、あの麻生派のこの四十何人、うん、大丈夫かって今もうや探し真っ最中っっ <laughs> ちっうちは大丈夫か大丈夫かで、ね、一番面白いのはその見解みたいな感じで「太郎の会」っていう裏かで講座があった一番面白いんだけど <laughs> さすがにそれはなないかなまあ河野太郎はさ、うん、割と金にっていうか割とっていうか金に困ってない人なんだよねあの人ね全く集める必要もないし、うん、多分、うん、まあパーティーやってなんかああんか100万ぐらい出せよって言われたら「うん、はーい」ってポンって出せる人ではあるから、うん、まあおそらく河野太郎はクリーンなんじゃないその辺りはクリーンなんじゃないかうん まあ他に金の使い道でなんかダークっていうかグレーみたいのはいっぱいあると思うんだうん、ただパーケンに関してはそう大丈夫なんじゃないかなっていう気がするよねうんまあさあパーケンに関して言うとやっぱりそのいやもちろんいろいろいるんだけどいろんなパターンがあるんだけど、うん、基本的にはさやっぱり、うん、えっと 1台で出てきて、うん、成り上がりで出てきて、うん、各方面に金をばらまく必要があったから、えー、その原子として裏金が欲しかったそういうパターンの人が多いじゃない、うん、やっぱり。これ一応補足説明しておくとなんでそんな裏金がいるかって言ったらこれはまあ田中真紀子ねあの田中家計の娘さんでもあり自分が議員も務めたことがある田中真紀子さんが。 暴露してましたけど、有権者がたかってくるんだと。うん、うん、そうね。金くれと。お前の親分はくれたじゃないか。なんでくれないんだよっていう風に。でも、<laughs> そこら中で言われるらしいです。ねえね。だから自民党の議員さんも配んなきゃだめなんだよ。あもう餌あげる餌あげるから、はい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 っつって。そのために裏金がいると。<laughs> うん。まあそうは言ってたよね。ね。 有権者もそうだしその要するに選挙の時に実際に働きやりになってくれる県議とか市議とかは、うん、ては町議とか「金くれよ金くれよ」れよ <laughs> って「金くれないと動きたくねえんだよ金くれよ」<laughs> っていううに言うんですよ。<laughs> もうなんかあさましいっていうかさ「うん、お父さんはあんなに気前が良かったのに」うん マキコ言われたって言ってたもんねいやあのそ、ー、れってねお父さんはいっぱい「よっしゃよっしゃ」って裏金配ってたんだようんただ田中角栄のすごいのはそれでも日本をねまあ大きくしていったよ経済的にはねなんだけど今なんかあの自民党を支持する人も自民党議員たちもみんな 発展はしないんだけどカリグレだからガレグレーブラガレグレー,ー,ーってうお前らは何なんだっていう話になんでんってっ、うん、まあでもそういう感じなんだよねなんかあの田中角栄は清いだくあせ飲むっていう感じがしますけど麻生太郎は清がないもうダクダク汚れてる脈ゃかみもう脈ゃか脈ゃか脈々か <laughs> もう何時間くらくだ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 く,だくだくくくんだくだく組んでいいよ自民党の裏側になったまあだからあそうもうちょっと慌ててるんじゃないこれいやいいですねうんいいですねまあこういうのはほまあだってその一生が明らかにして講座もこういうのがあったとうん。 だけどさ、特捜部それ掴んでて、全く何の発表もしなかったわけでしょ、これ。うん、またこれもさ、治験ってどうなのっていう話に、まあ、当然、あるよね、これね。うん、これ見逃した見逃したんじゃないの、うん、まあ、見逃したってことになるのか。だって一応、秘書はそう言ったわけだろうん。供述調書2022年の段階で言っていたのに、<れ>麻生だけなんでそれ 見過ごされてなんで今は麻生が狙われてるのかこのだからその1年で何があったうーんうんだからさ当然岸田首相にはもうなってたけど、うん、去年だからでもこれはこれ供述中書に書かれたの2年前だよ、ねうん、2年前です 2>, 2年前っつったら裏金疑惑が表に出てなかった。 ああそういうことかいやでも正確には2022年の末頃に新聞赤旗がご,ご派閥の不記載をスクープしたんでですよそこから東京地検でそれであのほら神戸学院大学のえっ、ー、と上脇教授だったかなうん、うん、あの人が一生懸命調べてでそれで出たわけじゃないですか。でそれを東京地検のあの告発状が断続的に出されて。 えー、いろんなところであーのー、まあ、1年ぐらいかかって、大手メディアも報じるようになったと。だから、まあ、なんて言うんだろう、2022年、この供述調書に書いた時点では、うんまあ、要するに、この一件だけを挙げて大騒ぎするよりも、水平展開で他のことを調べていたっていう時期が、つ、うん、まり っていうことだよねね多分ね、うん、で380万円っていう金額は他の連中に比べると少ない方だったので、うん、あのまあ何て言うの、えー、検察としては、えー、もうすでに公民権も提出も食らわせてるわけで、うん、まあそれ以上この問題を新たに突っ込むっていうことはしないっていう判断を、まあ、したのかもしれない。うんうん、って考えるとなんとなくなんとなくあ、うん、の。 線が結ばれていくような<や>別に服したのではなくちょうど他の連中も全部グワーッと調べていたには当たるんだよね、うん、きっとねこれ。ただそれが今まで表に出なくって、まあ、このタイミングで毎日に毎日が独自に本当に調べたのかそれともさっき清水さんが言ったように まあなんかこうチクッとこうチクッとチクッと。ね、ッとうん。記者さあのさ2022年のあの事件のあのあれちょっと見たことあるとか。ちょっと面白い面白いの乗ってるかもよーみたいな。 だってね、あれね、調べるのってね、大変なんだよ。いや、そりゃそうだよ、そんな。検索したら出てくるとか、そんなじゃないかって。そんなんじゃないから。で、出されてね、しかもコピーとちゃいけないのうん、でも、2つけってんだ、あれ。できるよできたっけできる、できる。あの、確定した罪のやつは、投射できるって書いてうかそう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 。確定したやつはできるんだよね。そうだ、そうだ。 あのー、やってる最中のはできない。うんうん、見ることはできる。うん、うん、で、なんかね。でもちょっと待ってくださいね。当社って、うん、書き写すか。書き写すって意味だからコピーじゃないかもしれない。まあ、ちょっと、うん、あのー、民事裁判もね、コピーはできなかったような気がするし、あの書き写しの方かもしれません。だよね。うん、なんか俺ね、何だっけ。 もう7、8年ぐらい前に、ちょっと一回そういうので調べに行ってさ、うん、確かコピーはできなかったような気がするんだよね。ただその時、まだ裁判中だったんで、うん。うん。4文字が何とか何とか何とか何語何語の資料見せ見たいんですけどって出して、うん、それを向こうがペーって引っ張り出してきて、こう、ばーっつい入るじゃん。うん。こうさ、もう1枚ずつめくってってさ、 いや、めちゃくちゃ大変だよ。いうまあ、大変っていうのは、要するに時間がかかるっていう、うんうん。手続きと見るのに時間がかかる。<laughs> うん、つまり、検索とかできいいんで、うん、それがかたるわけよ。いやー、でもね、これ、河野太郎と麻生太郎にはかなりのダメージを与える。まあ、そうだね。いやー河野派、今まで自分たちだけはクリーンだからな。麻生派ね、麻生派。あ、ごめんごめん、麻生派。うん 言ってきたのに、うん、もうそれが通用しないくなる、うんうん、で麻生派のあの議員はどうなんだっていう、うん、これからいろいろ始まるよねきっといやー始まるでしょう楽しみですね自民党総裁選いやあのしかも毎日新聞も憎いね台風でさニュースがもう一色で染まっていてうちらも寝たねーなーって思っていた 台風もね熱帯性低気圧温帯性低気圧、まあ、低気圧に変わったその日にですよどうぞと、まあ、多分毎日新聞もあの台風の中でこのニュース出しても埋もれると思ったんだと思うよ。<laughs> そうなんはいうわけでですねあのー、ちょっと自民党総裁選がぜ面白くなってきたんですがこちらね あの「日本を壊した政治家たち」っていう本を9月2日、えー、まで2位は値上げすると言ってたんですけど実はこれ1週間に延長しますあのこれね、うん、大型企画で、えー、本間さんも佐藤さんも安富さんも佐藤さんの新刊にみんなでね特典動画を10時間以上つけるというです、ね、凄まじい企画なんですけども、えー、思いのほか売れまして、うん、でだったらあのもうちょっとお求めやすい価格をね 拡大させたいなということで1週間だけもうこれ以上はないということを、うん、あのやりますで、まあ、買い方 YouTube 説明なんですけどもう一個ですねちょっと大事なお知らせがありまして、えー、このひとき万冊は無断ねあのー、切り抜き動画とか一切認めてないんですよなので YouTube にひとき万冊以外で上がっている動画はべて違法でございますなんかいくつかあるよね、はい 時々通報してくれる人る人がいんだけどあのー、実はですね皆さん知らないだけで私1年間に100個ぐらい通報しておりますかでもうあまりにも大変なんで皆さんがねこうやって通報したい動画の URL を入れるとで、まあ、最大5個までいっぺんに送れるんですけどほんでお名前とメールアドレスとメッセージを送ってクリックしていただくと、うん、自動的に YouTube にですね通報されるという仕組みを開発しました。 なるほどこれでですね「いやー違法コピーサイトは血祭りやで!」下手するとバンもできます、うん、っていうわけで、まあ、本間さんのね動画とか勝手に上げられてたりとかしてるとですよちょっとあまりにも本間さんに本来入るはずの広告費がそっち行ってるってことですよ本間さん。もっとすごいなって思ったのは石丸信二。 うん、の動画について語っていたやつをですねかそれねコピーしてるんじゃない勝手に私が「石丸慎二マウスすばら石丸慎二しかいなーい!」みたいな感じで編集されてアップされてるやつがありましたもはやあのもうすでにとっくに通報済みで消えておりますけどだから本間さんも勝手に編集されて「自民党万歳電通から裏金もはってうはうはやー!」とかっていう部分だけ。 切り抜かれてるかもしれません <laughs> 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 そういうのはね全部排除排除排除というふうにするために作ったんですよね、うん、で、えー、ここまでがですねあの本間さんと打ち合わせをしてね、えー、いる分なんですけどもここから次はですね本間さんには打ち合わせ抜きで私が今考えてることをお伝えしたいと思います、うんえー、本間さんついにこちら お販売開始しますはいっていうのが一つもう一個はですね、頂き男子、リュウくんの企画で、うん、ビフォーアフター的に綺麗になったものをですね、まあ、今週、来週中に本間さんと動画を撮って、皆さんにご報告動画っていうのをあげたいなと思っておりますので、ねえー、ぜひね、あの楽しみにしておいてほしいなというふうに思います。なわけで、うん、今日も読クショにジャニー。